綺麗に一瞬で剥ける気持ちいい裏技。ポテトサラダやコロッケを作るとき、茹で上がったばっかりのジャガイモの皮を剥くのってあつめて大変。ところがそんなジャガイモの皮が一瞬で剥ける裏技があるんです。やり方は氷水。なんと茹でたジャガイモを氷水に10秒間入れちゃうんです。でもそんなことをしたらジャガイモが冷たくなって、その後調理するときに潰しづらくなっちゃいそうですよね。身と皮の間がずれ、隙間ができたというわけ。だから軽く引っ張るだけでつるっと簡単に剥けたんです。皆さんもこの裏技試してみては。すごい。こうしたジャガイモでもほら一瞬で剥けました。じゃじゃーん、氷水。しかも氷水につけたのに、皮を剥いた後はなんとまたジャガイモから湯気が出てきていますよ。これは氷水につけた時間がわずか10秒だったので、ジャガイモの内部の熱により